ロバート・エヴァンスは、アメリカ合衆国の映画プロデューサー、映画会社役員。ハリウッドの伝説的プロデューサーとして、また頂点から底辺へ劇的に落ちた映画人として知られる。ニューヨーク出身、ユダヤ系アメリカ人。兄弟で、共同経営したアパレル会社で成功した後、名プロデューサーのダリル・エフ・ザ・ナックにスカウトされ、俳優デビューしたが目が出ず。 裏方に転向することを決意、映画プロデューサーに転向する。最初は、ザナックブラウンのリチャード・ディ・ザナックと手を組んでいた。1970年代、チャーリーのガラクタバコと国評された、コングロマリット、ガルフウェイスタンのチャールズ・ブルドーンに見込まれ、どん底にあったパラマウント映画のプロデューサー兼重役としてスカウトされた。メディアミックス戦略をとり、ローズマリーの赤ちゃん、 ある愛の詩、ゴッドファーザー、チャイナタウンなどの大ヒット作を連発、パラマウント映画を8番目の山からトップに引き上げた。バリー・ディラーやマイケル・アイズナーといったメディアモーグルたちも彼の前世紀には顔色をうかがうほどの牽制を誇った。編集権を握っているため監督たちにも絶大な支配力を持っていたが、ゴッドファーザーパート2でアカデミー作品賞を受賞した。 コッポラは、壇上で、感謝の挨拶をする際に、わざと、エヴァンスの名前を抜かした。また、女優のアリー・マックローや、キャサリン・オークセンバーグ、元、ミス・アメリカのフィリス・ジョージなどとの7回の結婚と離婚、ん、コカインの所持で有罪となるなど、破天荒な私生活でも知られた。1994年に、その破天荒な人生を綴った、くたばれ。ハリウッドを、出版。 2002年にドキュメンタリー映画化され話題となった2019年10月26日死去89歳ありがとうございます